デスマンがこれからを生き残るためにはって本読んでるとかやばいんですよ、意味が全くない、AI の方が 今はやばいですね。90秒の曲が13秒で出てくる、あらゆることがもうその計算機でできちゃうから。勉強っていうのは意味はあるんですか？知っとくといいことはいっぱいあるんじゃないですか。ただ人によって違うんですよね、多分勉強すべきこと、人によって世界の見え方はだいぶ違うはずなので、その最適化はだいぶ機会ができそうな気がする。個性生まれるか分かんないけど、個人はどういうところに気をつけるべきなんですか？感じよくいければいいんじゃないですか。コミュニケーション力ってことですか？禅の坊さんみたいな感じになればいいんじゃないでしょうか。